なんて挨拶なんだこれは。ああ、車です。抜け荷物が。私そっくりだな。私が逃がすと思うか、刺すよ。見つけた。なあ、間違えた。はい、マルマ、わかりました。なんかすごいレアなセミがいる。あー、マルマ、今日は、あああれ、ありがとうございます。痛い、なんて挨拶なんだこれは。マークさん、自分の場所わかります？待機する。ああ、わかります。私はどこでもいいって話だから。なんか最初だけ決まってるらしいですよ、マークさん。最初は決まってます。最初は大丈夫。おお、ボーナさん、どうでした？あ、40だっけ。引き分け。引き分け、うん、いいやん。監修の線はすごいじゃないか。まさかの引き分けの、私も負けると思ったんだから、まさか引き分けだなんて。ちなみに どれで勝ちました？車です。え、車で勝ったの？ああ、そう。え、最後の一番大勝負だ。まさかはうちの抜け荷物が。抜け荷物が。ああ、なしまさ、あの抜け荷物が、ね、ああ、抜け荷物が誰に勝ったんです？モンジュ。嘘でしょ、本当に。私でも食らつことができなかったモンジュさんで、抜け荷物が。やめろ、絵文字。抜け荷物がモンディ。そういうことだ。えぐいだろ、お前。あったら、やっとキリングだな。何してんの、お前。コーヒーの一杯ね、はい、彼におごってあげてください。ほらさ、そんな、もう、ぜひぜひ、おごらせてください、それは。なしもさ、ぜひぜひ、抜け荷物ね。え、こういう、見かけたな。今日は彼スターですね、じゃあ、GBC。できるけど、すごいな。やり方あったよね、これ。マークさん、私は、ガチのボイラテンガリンです。あ、そうだ。君に一つ聞きたいことがあったんだよ。何ですか？君、妹かお姉ちゃんいないか？いないですね。なんで？写真を一枚送りたい、君に。君にそっくりな子がいたな。はい。うん。え？誰？それって？ラストネームがテンガリンって言うんだ。キンちゃんじゃないですか？私そっくりだな。ピンコテンガリン。ピンコテンガリン。うん。本名ピンコテンガリンってこの言うらしくてな。ピンちゃんは君のお前、妹か姉ちゃんじゃないのかなっていう話だ。ひょっとしたら彼女にも言ってあるんですよ。あの、生き別れの妹かもしれないって。ああ、やっぱり、そうか。あまりにも。ラストネームテンガリンなんですか？そうだ、テンガリン。今の活動メモが、なんとかピンコ、ロゼアナギ、占い師の人、彼の名前らしいんだよ。本名は、ピンコテンガリ？ピンコテンガリ。ウォーラさん？すいません、ピンコテンガリですね。わかりました、ちょっと、彼女の出生ちょっと聞いてみますね。じゃあ。何があってんだ。あ、いや。ピンコテンガリン。そう、あの、ピンコテンガリン。はい。おい。なんかこの中に反抗的な目をしてるやつがいるな。誰だ？誰だ？反抗的な目をしてる。誰だ？おい。この中髪。おい。お前だよ。おい、焦げつき。お前だよ。こっち来い。焦げ付きかよ。そう、終わったわ。お前反抗的な目してんな。してねえっすよ。お、スーパーショートに。あ、なんだお前その態度。よし。じゃあお前、今から、あそこにフラッシュライトを照らしてる囚人が、アケイの声出せか。来るからよ。あっちだな。アケイの声出せ。あっちか。アケイのちっちゃいぞ。あっちのフラッシュライトを照らしてる囚人のとこ飛び込んでみろ。他の奴ら見とけよ。監視があそこにいるな。光に当たるとどうなるか分かるから見とけ。おい、焦げ付き、走れ。あの監視のライトに当たってこい。
おい、何やってんだお前。何やってんだ、何やってんだお前。おい、何やってんだお前。おい、何やってんだ、何やってんだお前。おい、何やってんだよ。何しよるか。パキスタン同様のトレーニングルーム提供お願いします。おい囚人がよ、貴様ら、何だわらわい、ロケランまで来るんだ。ライトに当たっちゃいけないんだ。何が欲しいんだ、何が欲しいんだ。まあまあまあさ、みんな物分かりが良くて助かりました。そうだね、4つのラブスピマンで交換できるものが食べたいな。3つ4つ、ラビスピマンで交換できるものが食べたい。ラビスピ、ラビスピマンだ、交換できるもの。ラビスピマンじゃないのね。もちろん、まあ君たちにも大切な思う人がいると思うんだからさ。な、待て待て、エビナ、俺もう話聞かない。君がさっき言っていたものを持ってきた。え、私の食べたいものが分かるのか。何個だ、4か。4、1つでいいよ。私の食べ1つでいいのか。うん、私の食べたいもの分かったのか、バンダーマさん。これかバンダーマさん。なんだ、勘弁してくださいよ。これじゃないのか、さっきこれって言ってなかったか。これはラビスピマンでしょ。ラビスピマン4つで交換できる。今日私が食べたいものだ。4つで交換できる食べたいもの。そうそう、食堂で交換できるらしい。どこで、食堂。わかった。1、2、3、4、5。あ、どうもさん、君が食べたいものを入手して。え、スパイシーな俺じゃないか。バンバラさん、あなたが一番だよ。誰か渡してくれ。そうだね、情報というか脱獄したっていうやつの話を聞いたことがあるんだ。ほう、うん、まあでも私が話をしてるのにこれ盗み聞きしてるのいいのか。ああ、これはまずいな、ちょっと場所変えな。そう、あの昔ね、ここを脱獄したってやつの話を聞いたことがあるんだ。そう、でも詳しくは知らないんだけど、そいつがね組織を立ち上げたらしいんですよ。ほう、まあこれも風の噂で聞いた話なんだけどさ、うん、やつらは昇降艇、さあここ一丁目、魔法少女カフェ、昇降艇、魔法少女カフェ、ラーメン屋、似たものしてるって話だ。で、電子じゃねえんだ。まあでも私は分かんない。まあそこに行けば何かの情報を選ぶかもしれないけど、こんな時間に出歩いてる囚人がって。まあ脱力できたらその話は思い出してください。何をやろうとしろ、脱獄する気か君は。私が逃がすと思うか。そこから出ようと思うんだ。刺すよ。そこから出ようとするんだったら刺す。あ、わかりました。ああ、戻りなさい。ただのやべえやつだ。大丈夫？脱獄しようとしてるのか？してないですよ。あいつ脱獄しようとしてるな。してるかもしれないですね。僕たちは知らないけどね。脱獄しようとしてたら。脱獄しようとしてるな、君。普通にやばいやー。脱獄はダメだよ。はい、連れてきました。恐ろしい殺人ピ
ナイスアタック。どこにいますか今。レギオン方面。レギオン。レギオン前、レギオン前。レギオンからスドバ。はめつけた。横転したちょっと。なあ。南下中。ちょかまかどうか。スドバイカーズ斉藤モータース。なあ！なあ！マークさんナイスアタック？アタックアタック。なあ！なあ！やばいやばい。マークさんは違う。そう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 。ロドルさん、おうそ。オーケーさん、おうそ。わかんねえな。どこに逃げた？裏手入ってる。どっか行っちゃいます。あの宝石店近く。あ、見つけた。宝石店向かった。今市役所裏。あ、それそれ。いたいたいた。今宝石店周り。なあ！なんか強制瞑想から戻った。ラドのやつ多いわ。今デパートなんか中。今俺を連れてる。オッケー。なんか車貼り付けてる？ああ、貼り付けてるよ。これ、丸丸。なあ！違うやつ、行ってもいいよ、ラダを。なあ！背中に行く？丸んだから。丸んか。丸丸丸丸丸。運転手、強制瞑想らしい。了解。じゃあ、天皇にそれ、貼り付いてて。じゃあ、違う車頼む、ラダを。違うの探すわ。はは！まあ！ちょっと止まってみないか？めっちゃ逃げてる。バウンドってるぞ、いけないぞ、なぁ、アウトなよ。やつ。カンバ細い道を走りやがった。突き手の裏、追いつけてるパトカー。何上だ。なぁ、オルトルないかな。なあ、なあ、なあ。カジノ前をね、うろうろしてる。なあ。もう勘弁しなさい。なあ。いや、あなた交渉しよう。な。いい話をしよう。おお、なんだ。交渉しよう。あ、こっちも。おっかなか結構だ。いいだろう。大丈夫だ。今かけっこしてる。踏むよかけっこだ。プロペラで。なんだこれ、トーベルトかけたがる。うわぁ。えい、タイム。くっそー。じゃあ解放するんで、あれを言っといて、ダークチャットで。ラビスピの家の方行かないな、これもう。逮捕しそう。なぁ！テーザマルド、テーザー！どうした？なあ！猫カフェ裏。オッケー。どれか？なあ！猫カフェ裏のマンションの間にスタックしてる今。なあ！テーザー撃つな！テーザー撃て！初めて逃げるぞ！なあ！2人か、3人いる、3人いる。はい、どうぞ！ベンさん、ベンさん出てきなさい。な、まあ、いや、どういうこと？出れない、出れないよ。お前さんが出られないか、誰か、な、うん、車椅子貸してあげて。俺も長く判断。他のマジで、他のやつも来てる。絶対追ってください。みんなごめん。おばあちゃん確保。全員確保。全員確保。はい、確保。ナイス、次の車行こう。あ、いたいた、サンライズいた。どこだ、どこ。バイオレットフィズ。オッケー、行くわ。おばあちゃん、
これちょっと直してもらっていいか。直してる。あ、今かい。うん、まあ直せるかな。ここで直すのかい。あ、ここでいいの。あ、でもね、物資がないね。物資がないか、そこまで。ないから直せないや。ごめんね。ちょっとこれ挟まっちゃったね。そう、ドローンのことな。おばあちゃんちょっと危ないよ。ここ逮捕。大丈夫だよ。オッケー。逮捕、ナイス。行けないんじゃないか、さすがに。これは難しいかな。探すわ。これスケートボードで出してみるかい。あ、そうだね。丸見つけよ、丸。うん、ちょっとやってみるね。うん、うん、どうかな、うまくいきますように。それ出た。あ、ありがとう。一発クリア、頑張って出してね。ああ、こっから頑張るぞ。後ろ後ろ、ナイス。こっからばあさん出せる。うん、僕、え、なんだって、こ、え、あそこから出すのかい。こっからも出したいんだけど。あ、そうだね、頑張ってやめよう。ああ、もしかして上乗っかってスケートボードを出したら、で、カタリンさん乗れれば、あとはバックでなんとかなりそうだね。今どこか追ってますか。追ってない。これでうまくいくといいけどな、はい、鍵がないから運転できないって。おー、ブンさん、あの鍵渡しや。ほんと、ありがとう。うぎ、はい、どうぞ。おおきに。どうぞ、ちょっと出られなくなっちゃ、出れた。もう8084の右らへんにいます。もうちょっとだ。頑張れ、応援して、応援して。よし、頑張れ、行くぜ、なあ。おりゃ、頑張れ。それ、あーの状態で。いいね、スケートボード。うまい、うまい、うまい。行けばか。もうちょっとだよ。もうちょっとか。もう、もうちょっとで出る気がする。おー、ボス、おー、ボス、生きてる、生きてる。これ反対なっちったね、マック君。反対なっちゃったこれ。まずは反対から直すか。うん、反対横で。逃げてる組6組ぐらいいるらしいよ。了解。強制瞑想。はい。うわ、追ってますか。追ってるかな。今たまたま小屋にいるらしい。今止まってるから待ってる。でももうちょっと試してみよう。中いないんだったら、もう壊れたやつかもね。いや、中に入ってった。なんだか行けそうな気がするよ、マック君。おお、行けそうだな、これ、ばあさん。行ける行ける。今年のスケートボードがなくなっちゃったから、お前が。うそ、かわいそうに。ばあさん、おお、もうちょっとだよ。このまま行けるんじゃないか。行ける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 。おお、ありがとうな、ばあさん、これ。助かった。いいよ。ありがとう。行けた。この人、逮捕された人かもな。行けた行けた。素晴らしい。ちょっと乗しててくんないかい。おばあさん、ちょっと刺激的になるけど大丈夫か。うん、ちょっと刺激が欲しかったからちょうどよかったよ。でももうやっぱり警察は大活躍でしたね。マックさんと一緒に仕事できて嬉しかったっすよ。本当によかった、貴重な経験でしたよ。ありがとうございます、マックさん。ナイス走行者。321、了解です。すみません、3、2、1位を紹介したいと思います。お、はい、それでは3位から。どこだよ。鳥野さん、真城さん、ケンツさん、サンライズ選手のチーム。おめでとう。選手じゃないな、囚人だ。ベイトのやつ。囚人のチーム。おめでとうございます。ケンツ送っといた。あのベイトか。5000万円です。ありがとうございます。そして、2位、くずしろさん、マルンさん、ヘスティアさん、ガミトモさんチーム。おー、クリアしてたんか。おめでとうございます。すごい。1億円です。イエーイ。わー、1億円めっちゃいいやん。いいなー。そして第1位、ドルルルルル、第1位はバンダーマーさん。おぉ、マジかよ。バンダーマーさん、おめでとう、バンちゃん。おめでとうございます。すごい。おめでとうございます。
ったら LSP でしょ。まっちゃんどこにいんの？あ、おかげで逃げ切るまで。さっきまたまさんも歩いてきた。おめでとう、まっちゃん。すいません、皆様、まっちゃんおめでとう。ありがとう。トリノさん、マシロさん、ケンツさん、サンライズさんのチームはなんとおフルーエンドです。うわー、すげー、やるな。お疲れ様。お疲れ様。お疲れ。今日改めて参加してくださり本当にありがとうございました。神部ありがとう。ありがとう。神部、神部おもろかったぞ。マジでおもろかったぞ。明日もやってくれ。またやってくれ。毎日やってくれ。待って、もう泣いちゃうよ。頑張れ。泣け泣け、もっと泣け。楽しかったぞー。ありがとうな。あいつだよこせーって時間すごい伸びちゃって本当にごめんなさい。でも全然だよ、全然いいよ。一瞬だったよ。ありがとう。一瞬だったぞ。ありがとう。そんなやったらいいやん。これからもみんなが楽しめるイベント、私はこの街が大好きだからいっぱい作ろうと思うんですけど、その時はてか次からは時間調整もちょっと頑張ります。頼むよ。ありがとう。よかったぞ。ありがとう。よかったぞ。よかったよ。大丈夫だ、俺たちが楽しみすぎただけや。かわいいぞ。そうだ、楽しかった。かわいいぞ。めっちゃおもろかった。ありがとうございました。かわいいよ。ありがとうございました。